はい、皆さんこんにちは、半田でございます。もうサロンの方なんかではご報告済みなんですが、去る1月の26日に、私こと半田光成はですね、武蔵野学院大学大学院の、非常勤講師と客員教授に、なることができました。これも一人ですね、学園 の, が高橋理事長、高橋学長のおかげなんですが、今日はその高橋学長こちらヌースアカデミアの本拠地にお招きしております。まあ早速入ってもらいましょう。高橋学長、こんにちは。どうぞ。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。皆さん高橋です。よろしくお願いします。まあ本当に本当にどうも。あ、いい、ありがとうございます。ありがとうございます。あともう研究所も学院、あ、そうですね、大学院内に設置したい、はい、いただけるということで、はい、本当に私もぜひ期待してですから、半田さんは武蔵野学院大学大学院の客員教授と、はい、大学にニュースロジー研究所ができ所長と大学のですよ、はい、いう形でお願いしたいと考えています。所長ですね。所長です。あ、これはちょっと身が引き締まる思いですね、はい、皆さんですから、まあ客員教授で所長という形で大学としては、うん、今後お付き合いできたらと考えております。はい、はい、どのような形で活動していくのがこう理想だというふうにお考えですか。そうですね、まあまず授業の方はコミュニケーション論なので、はい、そこら辺がヌースロジーとしてコミュニケーション論の基礎としてですね、うん、学生にも資するものだと思いますので、まあ徐々に、特に今は博多にいながらでも Zoom 等で少人数であれば授業できますの で, です、ね、まあこの長い目でやりたいなということが一つです。で、研究所はまあ当たり前ですけれども、その社会に対して社会の好機として知の蓄積を研究所で行っていきたいので、うん、ヌースロジーとしてのいろいろなコンテンツや知っていうものを既存の皆様に広めるレベルだけではなくて、どちらかというとこう深く最先端の方を掘り下げていく、はい、やらせていただきたいと思います。で、また今までですと文書でいろいろアウトプットをしていた形が多いんですが、うん、半田さんがサロンをお持ちなので、こちらの方も利用させていただいて、うんうん、発表の場として活用させていただければというところを今は考えています。あ、それはみんなも喜びます。そうですね、ですからサロンのメンバーの方々はそれをご利用いただきながら、その半田さんのアウトプット、もしくは別の方とのフュージョンのテーマっていうものを共有できるんじゃないかというふうに期待しています。ありがとうございます。はい、2022年がこんな年になるとは僕も予想だにしませんでした。まあ、ようやくね、苦節30年っていうヌースロジーの歴史があるんだけども、ようやくこう社会にアクセス面が持てたということで、高橋学長には心から御礼申し上げたいと思います。ということで皆さん、今後のヌースロジーに大いに期待してください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お知らせがあります。今度の2月19日、ヌースロジーサロンのエキスパートライブの方に、高橋学長をお招きしまして、はい、思いっきり語っていただきます。何をどう思いっきりっていうか、まあでもサロンのね、皆さんがコンテンツをこうご披露されている枠なんで、本来はそういうべきなんですけれども、まあ私はコンテンツをご紹介するよりは半田さんとヌースロジーの可能性について、ああ、いいですね、皆さんと再確認、サロンのメンバーの皆さんと再確認する場に使えればいいなと思ってます。はい、ぜひ、まあ、賞味3時間ぐらいになると思うんですが、そうですね、はい、いろいろプログラム組んで、はい、楽しくやっていきたいと思います。そうですね。で、また私もご存知の方多いかもしれませんが、熱いぜヌースロジーという、はい、応援動画を毎週出しておりますので、そちらの方もスペシャル版で半田さんとご一緒したものを、私のチャンネルでね、またお送りしていきたいですし、ですね、またそっちでもいろいろ好評いただけるようであれば、アカデミアのサイトでも例えばまた違うコラボも
考えていきたいと思っておりますので、アカデミーアをご覧の皆様も応援の方をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、暑いでヌンスロジーの方ではなかなか普段は聞けないような話が出ましたね。そうですね、はい、ですからヌンスロジー本体っていうよりは周辺的な話をしながら、うん、ヌンスロジーを使った面白い話を、まあ、ヌンスロジー漫談と人から言われてますけども、はい、そんなようなお話ができればと考えておりますので、違う角度でまたお楽しみください。はい、では皆さん、暑いでヌンスロジーにも乞うご期待をということで、どうもありがとうございます。ありがとうございました。